皆さんこんにちはレクセン人講師のうんのです今日はこんな場合に誰が相続人となるののパート7ですねもう7まで来ました7のお話としまして代襲相続について学習をしていこうと思いますさあそれでは代襲相続についてまずはそれって何ですかという話からご説明させていただきますはい代襲相続というのは えこちらですね画面上見えるでしょうか、えー、非相続人の子が、えー、非相続人の死亡以前に死亡としていた場合にはその子の子供、えー、非相続人から見た孫が代わりに相続することができますこれを代衆相続と言いますということなんですさあ代衆相続具体的に見ていきましょう まずですね今回遺家となっている a さんが非相続人この人についての相続人が誰ですかというのを考えると思ってくださいはい丸月数字がなくなった順番ですまず a の子供 b が先に亡くなり次いで a が亡くなったんですさあ a の残した財産を一体誰が相続するでしょうか この時 A の直系存続である甲さんと乙さんはもうすでに亡くなっております。となると第1順位の子ども第2順位の直系存続ともにいないということは相続人が第3順位の兄弟かなと思われると思うんですけれどもとね考えると思うんですが実はこの第1順位の子ども B さんが A より先に亡くなっている第一順位の子供 B さんが A より先に亡くなっているで正確に言いますと非相続人 A さんの死亡以前に B が死亡している場合その B に子供がいるのであればこの子供の C が相続人となっていきますよこれが代衆相続と呼ばれるものなんです。 C のことをこのとき代衆相続人代衆相続人代衆相続人 C のことを代衆相続人そして B のことを非代衆者などというふうに呼んでいくことになります非代衆者非代衆者というふうに呼んでいくんですねで、このとき C が全部相続をしていくということになるんです でこのような C の代衆相続これぜひねしっかり覚えていただいてでここ面白いんですけどちょっと条文の解釈被、えー、相続人の子供 B が被相続人の子供 B が被相続人 A のことですねだ非相続人の子供 B が被相続人 A の死亡以前に死亡していた場合でここ死亡以前の「い」っていうのが。 実はポイントでして以前のイは同時を含むっていうふうに言われてるんですね同時を含む同時を含むね。以前のイは同時を含むどういうことかと,いうと、えー、B が A の死亡より前に死んでいた今回の場合のみならず B と A が同時に死亡した 例えば飛行機事故に遭われて亡くなってしまったというように A と B が同時に死亡した場合にもやはり B に子どもがいる場合には C が大衆相続することができるとされていまます。ここんんなととともも、ねえー、皆さ知知っておくともう少し、ねえー、知識が深まると思います。 それでは今回は来週相続について学習しましたぜひですねえ身近な例ですのでえ皆さんの周りにもこういった例がないかね、ちょっと考えてみていただきたいと思いますそれでは今回はあこれで以上としますしっかり復習をしてみてください